皆さんこんにちは、フリースピリッツです。こんにちは。はい、今日は、バレンタインにチョコの代わりにお財布をプレゼントするのもいいかなと思って、はい、はい、バレンタインにおすすめのお財布をご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、3つご紹介するんですけど、はい、1つ目はリティスタのタイニーウォレットをご紹介します。はい、はい、中を開けるとこんな感じで、お、結構こう一直線に長いタイプのものなんですね。はい、そうですね。ここに、お札と、ちょっと変わった形なんですけど、はい、ここがコインポケットになっています。コインはどんな感じで取り出すんですか？こういう感じで縦に見ていただくと、あっ、ジャラジャラって取り出す感じになるんですね。そうですね。カードが他にカードポケット2つあるので、はいはい、ここに今2枚ずつ入れてるんですけど、まだまだ全然入りそうですね。多分いつもポケットに全然4枚ぐらいは入るので、結構入りますね。はい、8枚ぐらい入るかな。すごいコンパクトに持てますね。持てますね。で、このトイブラレザーなので、加工しているタイプのものなので、経年変化がすごく楽しみなので、使っていくとどんどん色ももっと深い色味になりますし、手触りもつるんとしてきます。で、このステッチも可愛いですよね。確かに白っぽい感じのステッチになりますね。はい、すごく本当に手のひらちっちゃく収まって持てるので、おすすめのお財布です。はい、はい、で続いて2つ目が、はい、カルトラーレのジャミーオレットですね。また1つ目のお財布とは違った感じで、はい、ちょっと上品な、確かに、はい、結構大人な感じがしますね。そうですね、結構スーツとかに合わせても綺麗なお財布かなと思いますね。で、カードポケットもここに 1,2,3 段ついてますし、うん、でここにお札ですね。はい、ここにもファスナーが、ファスナーとかコインが入るようになってるんですね。はい、コインの後ろにもポケットがあるので、そこにもカード入りそうですね。あ、本当ですね。うん、あとはレシートとか入れてもいいかもしれないですね。確かに収納しやすそうですね。はい、あとですね、はい、紐が付属されてまして、はい、その紐に鍵を通してもらうと、うん、ここに鍵も収納できる。ここ鍵を挿すポケットになってるんですね。そうなんですよ。じゃあ貴重品まとめるのにすごいいい財布ですね。そうですね、うん、結構鍵が一緒に入るお財布探される方多いと思うんですけど、うんうんうん、これは本当に鍵も持てて、なおかつ薄く持てるので、確かに、はい、おすすめのお財布です。いいですね。はい、次最後3つ目なんですが、チョさんのショートウォレット 2.0 ですね。はい、結構いろんな柄があるんですけど、今回ご紹介するのはネイビーフローラルっていう柄ですね。おー、すごい鮮やかな。綺麗ですよね。はい、すごい。これは白を塗ってる感じなんですかね。あ、そうなんですよ。使い方としては、はい、ここがペロンってなるので、うん、ここを打ってもらって、はい、でここからお札を取ってもらって、はい、ここにコインが入るんですけど、ここにコインが入るんですね。そうなんですよ。でここからこう縦に見ていただく形になりまして、うん、でカードがですね、はい、結構収納できるんですけど、こことここに、なるほど、すごい、はい、カードのところもなんか色鮮やかで綺麗ですね。綺麗ですよね。うん、でここに入れるところがあるんですけど、はい、もうちょっといっぱいよく使うとか、まあ、ちょっと面倒くさいなと思ったら、うん、ここの横に、すごい新しい、してもらったら、うん、はい、使いやすいですね。確かに1枚だけシュッて取れますね。はい、うん、でカードポケットが 1,2,3 段ですね。3段が2箇所にあります。いろんな柄があるので本当に人と被らないので、確かに、はい、おすすめな、結構個性的な方、個性的なものが好きな方にすごいいいかもしれないですね。あ、そうですよね。うん、こちらのお財布がズボンのポケットとかに入れられる方にも、うん、確かに、はい、いいサイズ感なので、はい、はい、おすすめです。はい、今日はバレンタインにおすすめのお財布3つをご紹介しました。